どうも、北山水泳です。パリオリンピック選考会がいよいよ始まりますが、今回は各種目の派遣標準タイムであったり、エントリーする選手であったりを、一緒に見ていこうと思います。今回は派遣標準がとにかくきついんです。はい、まず半振りですね。はい、半振りの方は派遣標準こんな感じです。男女ともにこれ結構きついんですよね。まあ、日本記録にかなり近いタイムでございますが、現段階ではちょっと切れそうだなっていうタイムを持ってる選手はなかなかいません。はい、しかしですね、まあ、パリオリンピック選考会しっかりここに標準合わせてきてますんで、切ってくる選手がいることを願っております。はい、次1振りですね。1振りの方は男子の方が松本克弘選手が、普通の一般的に力を出し切れば、派遣標準を突破できるというふうに思われます。で、この1振りという種目に関しましてはリレーが関わってきます。一応リレーの方も派遣標準記録ありまして、4人の合計タイム、上位4名の合計タイムがこんな感じになれば、派遣することができますといった形ですね。はい、こちらも女子の方は結構厳しいタイムになってますね。はい、次2振りです。2振りはこんな感じですね。2振りの派遣標準もきついんですが、まあ、男子の方がですね、派遣標準記録この感じ、松本克弘選手が順当にいけば切れるかなといった感じでございます。はい、他にもね、まあ結構チャンスがある選手がなかなかいますので、はい、自分のベストを出してきて、はい、切ってきてほしいところでございます。で、こちらも上位4名の合計タイムで派遣標準記録、リレーの方が決まってきますので、ぜひとも狙っていってほしい。上位4名に食い込んできて、リレーに来てほしいですね。本田灯選手とかもこの2振りに今回かけてきてるんで、はい、結構楽しみな種目ではあります。結構いろんな選手がこの種目に出てきてますね。はい、次4振りです。4振りが結構きついんですよね、派遣標準記録が。男女ともになかなか厳しいタイムではあるんですが、特に女子の方はですね、まあ、世界大会とか、国際大会、常連である難波選手であったりもいるんですが、派遣標準がめちゃくちゃきついんで、4分5秒っていう、ほぼ日本記録かなっていうタイムなんで、ここがなかなかきついんですよね。多分例年は小堀選手であったりが出てるんですが、こちらが結構今回厳しい結果になりそうなんで、しっかりとタイムを出してくる必要がありますね。はい、次800戦後です。800戦後、女子の方がかなり厳しい。女子の方がかなり世界記録、日本記録に近いタイムの派遣標準になってます。はい、まあ、男子の方もですね、派遣標準も非常に高いです。800に関しては日本記録より早いです。1500に関しては、14分56秒。まあ、こちらもね、結構例年きついんですが、毎回きついんですが、まあ、15分突破する選手が何名出てくるか。まあ、日本では14分台を持ってる選手、出した選手は過去4名しかいませんから、はい、しっかりと出してきてほしいですね。はい、次バックです。バックの方は男子、女子ともにこんな感じでございます。女子の方が結構これきついんですよね。女子の方の派遣標準記録は割と今回厳しい状況にあるかもしれません。男子の方がですね、こんな感じです。100の方は入江陵介選手、100メートルの方ですね。と、まあ、最近上がってきました松山選手が53秒台を持っている選手になります、今季ね。なので、まあ、53秒2っていう結構きついタイムなんですが、松山選手しっかりと自己ベストを更新してきて、このタイムを更新していってほしいところです。200の方もですね、今回はこんな感じとなっておりますね。はい。200の方も結構派遣標準きついんですが、1分56秒台に突入できればという感じなんで、竹原選手とかが割と本命熱い感じですね。柳川選手とかも、国際大会は出てますんで、この56秒台突入していって、ぜひとも派遣標準記録を突破してきてほしいといったことですね。他にもいろんな選手いますけども、まあ2バックは56秒が出るかどうか、ここがかなりね、分けどころでございますが、結構きついんですよね、56秒は。なかなか男子、世界、男子の日本国内でも56秒台を出してる選手少ないです。はい、次平泳ぎです。はい、平泳ぎの方の制限記録はこんな感じですね。派遣標準。男子の方は、100メートルの方がなかなか厳しいんですが、59秒2というタイムですが、まあ、出せんこともない。自己ベストで言うと59秒台を持ってる選手は結構いますんで、まあ、深澤選手が結構今回は、なしてくるんかなっていう感じはあります。はい。この59秒2というタイム、どんだけの選手が、突破するのかっていう感じですね。ここはもしかすると誰も出れないって可能性があります。しかし200に関しては2分8秒48。ここに関してはですね、まあ上位2名が派遣標準突破できれば出れるんですけども、割とここは派遣標準突破してる選手が多いんで、男子も女子もですね。
男子ですね。男子の方は派遣標準突破してる選手結構多いんで、上位2名争いになってくると思います。まあ2分7秒出してる選手が結構多いんで、今回は。7秒出して、6秒もしかすると出るかもしれないですね。はい。で、まあ、上位2名が誰に来るかって感じですね。女子の方は、100メートルの方は青木選手であったり鈴木選手ですね。200の方に関しても今井選手とかが2分22秒を出してますし、青木選手もこのタイム多分突破してますね。持ちタイムで言うと。なので、このタイムに関しては、女子の方に関しては、まあ、200は絶対に上位2名がいけるように突破してきてほしいって感じですね。はい、次バタフライです。バタフライの方はね、男子の方は結構硬いです。はい、100も200の方もどっちもまあ上位2名が必ずいけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、男子の方は最近100が松本勝弘選手バタフライの方でかなりタイムが安定してますので、多分いけますよねって感じです。はい、2枠目がですね、まあ誰が来るのかって感じですね。川本選手が今季この派遣標準を突破したタイムで泳いでるんで、まあ結構その辺は安定してますが、他にも100メートルバタフライの方に関しては、本田選手であったり、他にもまあ日本記録保持者の選手だったり、いろんな選手がいますんで、この辺に関しては誰が来るかわかんないです。上位2名争いですね。200メートルバタフライの方は、本田選手は確定でいきますね。はい、これ絶対いくと思います。はい。で、他のもう一枠ですね。ここの一枠、1分55秒。このタイムは、割と突破してる選手が多いんで、はい。ここの二人目の枠に誰が来るのか、ここを争うことになると思います。はい。女子の方もですね、100メートルの方は派遣標準を突破する選手が持ちタイム出てきました。はい。池江選手もどんだけタイム上げてこれるのかって感じですね。200メートルの方も派遣標準を突破してる選手が結構いますんで、まあ男子も、まあ女子に関しては100メートルバタフライ、ちゃんと実力を発揮できれば上位2名がいけるかなって感じです。200メートルバタフライの方も多分いけると思いますね。はい。2人が、派遣標準突破してくれると思います。はい。次、コンメですね。コンメがこれね、まあ派遣標準は多分女子も男子もどっちもですね、突破する選手かなり多いんで、まあここは全部2枠2枠。男子2枠、2個目2枠、4個目2枠。女子2個目2枠、4個目2枠、いけると思います。てか、まあ、いけます、多分。はい。なんですが、まあ、上位2名誰が来るかって感じですね。まあ、瀬戸選手であったり、本田選手4個目、熱いんですが、まあ、正直4個目は、ここ誰が来るかわかんないです。正直言って、瀬戸選手、本田選手が硬いとも、今回思いません。結構割と他の選手タイム上げてきてます。なので、他の選手がタイム上げてきて、まあ、瀬戸選手、本田選手が落選ってことも全然あり得ますので、ここは結構面白い感じだと思います。女子4個目の方に関しては結構硬いと思いますね。2個目の方も多分割と硬いと思います。はい。で、2個目、男子2個目も多分硬いと思うんですが、4個目が結構誰が来るかっていう感じが結構ブレると思うんで、4個目が結構面白そうな感じはありますね。はい、今回以上でございました。結構簡易的に、まあ、まとめましたけども、結構今回は、まあ、派遣標準がだいぶきついんで、全員タイムを、はい、切りに来ると思います。結構標準合わせてくると思います。はい、結構、今回は本当に何名行くかわかんないんですが、だいぶ多くの選手が派遣標準を突破してほしいですね。はい。では今回以上です。よいしょ。